最近、星が見えないわけではないけれど、雲が多くてすっきり晴れません。晴れていても、急に曇って暴雨になる時もあって、怖くて望遠鏡を出せないです。なので、お手軽にナノトラッカーで遊んでみました。ナノトラッカーは簡単な赤道儀です。この穴から北極星が見えるようにセットします。斜め35度くらいにセットすることになります。星を撮るとき、短時間なら星は点に映りますが、ある程度以上の時間撮影すると、星は移動して線になってしまいます。これは地球が自転する日周運動で星が動いて見えるためです。ナノトラッカーは、自転軸がある北極星を中心に地球とは逆回転するように動くため、星が止まっているように見えます。射手座付近を撮ってみました。10秒露出を5枚スタックしてあります。うっすらと天の川も映っています。動いている星が止まっているように動かしているので、逆に街の明かりは流れてしまいます。真上も撮ってみました。夏の大三角の部がデネブ、アルタイル付近です。天の川も映っていますが、雲が邪魔してます。東側も撮ってみましたが、薄雲だらけです。ここにアンドロメダ銀河が映っています。アンドロメダ銀河は大きくて明るいので、天の川が見えるような場所なら、肉眼でもよく見えます。30秒くらい露出すれば、スバルなども綺麗に映りますね。一眼レフカメラに広角レンズつけて、ナノトラッカーで30秒から数分露出してみると、色々と映って楽しいですね。地上の景色も入れるときは、短めの方がいいみたいです。音声合成は、ボイスボッツ、九州空が担当しました。